あれ？一応、料理のスキルを最高まで上げてみました。そしたらね、なんかマナト君早く帰ってきちゃった。あれ？マナト、今日早いね。今日はバレンタインデー。マナトより早く帰っていろいろ準備をするつもりでいたが、ああ、うん、仕事休んだからね。え、体調悪いの？そういうわけじゃないよ。さ、夕食できてるよ。作らせない。作らせない方法か。え、ああ、ありがとう。マナトに促されるまま席に着き、夕食を食べる。本当に大丈夫？どうして仕事休んだの？今日は特別な日だから。まあ、逆チョコってやつか。特別な日？バレンタインデーのこと？それより美味しい？ああ、なんか仕込んだ。よかった。え？それが、リュウコにとって最後の食事になるから。え？そこで私の記憶は途切れた。なんで？俺、ずっと不安だったんだ。最近リュウコ何か一人でやってるし、いろんなことを考えたよ。他に好きな男ができたのか、俺のことが嫌いになったのか、ここを出ていく準備をしているのか。考え出したらキリがなくて、思考はどんどん上方へ行く。リュウコに何してるのか聞いてもはぐらかして答えてくれない。それはお前のために頑張ってたんやろうが？もう耐えられないんだ。リュウコが俺から離れていくなんて、他の男のものになるのなあなあなりませんよ。いないです、そんなの。他のやつのものになるくらいなら、永遠に俺だけのリュウコのまま。大丈夫、一人じゃないよ。俺もすぐ行くからね。行くからねじゃねえよ。大好きだよ、リュウコ。行くからねって。お前と同じ道、エンドなの？え、料理しようとしたのに？はえぇ、リュウコのとこって副業 OK なの？え？そうだよ。あー、最近バイトしてるから心配になった？副業で？あ、仕事は別にしてるの？いや、仕事周りのことだけはしっかりしてるから心配はしてないけど、仕事のことだけはって。まあいいや、あなたのそれは褒め言葉だから、そう受け取っておく。そうだよ、褒めてる。それとも足りない？足りない、しょうがないね。わー、出た。シュッと唇が頬に落ちる。それが何、ご褒美ってこと？それお前の、お前にとってそれがご褒美ってことでいいですか？ちょっとそれでいい、うん、よくないです。金を起こせ金。最近貯金してるみたいだけど、何か欲しいものでもあるの？え、あー、うん。何が欲しいの？ブランド物のバッグと、ブランド物の財布と、ブランド物の時計と、洋服と、あと、クソ高い、なんか金みたいなやつ。俺で買えそうなものなら一緒に買いに行く？あー、お願いします。金買ってください。え、えい、えい。あなたにいいチョコをあげるためだし。そう言われると気になるなぁ。じゃあ当ててみて。当たったら教えてあげる。なんだろう、金かな、純金かな。新しいゲーム。私はそんなに色気のないものが欲しいように見えるのですか。おい、ゲームをバカにしてんのか。頑張りすぎてこの子が病んじゃうの見たいね。みんなね、見たいよね。男性視聴者さん見たいですよね。じゃああえてよいしょ。これ病んでくれ。むしろ病んで対抗しよう、あいつに。え？最近いつも作らない料理作るよね。うん、もっとレパートリー広げようと思って。俺好きだよ、リーコの料理。あ、そう、ありがとう。まあ、レシピ通りに作ってるからね。俺、死ぬ前の最後に何が食べたいって聞かれたら、迷わずリーコの料理って答えると思う。その時は作ってくれる？死に損ないに作るなんて嫌かな。死に損ないってみんな死ぬやろ、その時を。食べたら元気になって、私より長生きするって言うなら作る。はは、寂しがりだね、リュウコは。わかった。リュウコより長生きするから、約束。まあ、殺しにかかるだろう、絶対。完璧を追求しすぎて病んじゃう。なんだか、体がだるい。今日は早めに休もう。OK？ だるい。仕事行くの、嫌だな。鬱になっちゃった？どうこした？大丈夫。ちょっと疲れてるだけだから。今日は仕事お休みしたら？でも、俺が電話しておくよ。
前が養ってくれれば問題ないんだよ。いや、電話するなら自分でしないと。具合が悪いんでしょ？なら無理しないで。風邪で声が出ないって言っておくよ。なるほど、その時はモールス信号で、電話すればいいから。仕事に行きたくない。そう思っても、いつもなら休む勇気はない。でも今日は、マナとのそんな甘い言葉に身を任せてしまった。さあどうなる？それから私は、次の日も仕事を休んだ。その次の日も、そのまた次の日も、やんだな。こんなことをしてちゃいけない。仕事に行かないと。無理する必要はないよ。休みたいだけ休めばいい。でも、このままじゃダメになる。それのどこが悪いの？え？英子には寄りかかれる場所がある。甘えてもいいんだよ。じゃあもう全力で甘えさせてもらっていいっすか？うん、こっち一日家にいるんで、ちょっと働いてもらって。私ちょっとゲーム実況するんで。でも、マナトに迷惑なんかじゃない。むしろ、リュウコが頼ってくれて嬉しい。ありがとう。じゃ、養ってね。私のこと。マナト、ありがとう。ごめんね。謝らないで。リュウコには俺がいる。じゃあ、生命保険かけさせてもらっていいですか？俺がいるから。リュウコには俺だけ。喜んでるよ、こいつ。いいじゃん。よかったじゃん。これエンディング1でトゥルーエンドじゃない？リュウコには俺だけ。俺だけがそばにいてあげられる。だから、ゆっくり休んで。ありがとう。エンド後、養われます。あ、この間買ったゲームしないって。いいよ。二人でテレビの前のソファーに腰掛ける。モードどうしよっか。対戦と協力。いや、協力がいいよ。こういう時はさ、協力にしよう。対戦だとリエコがかわいそうだから。え、何お前、自分が勝つ前提で言ってくれてんの。言っとくけど、こっち結構ね、アクションもの割と得意なんだよ。それは私が下手くそとおっしゃっている。カッチーン。対戦にしよう。え、でもいいから、さ、早くキャラ選んで。じゃあ俺ピカチュウで全勝してやる。全敗した。弱っ。マジかよ。リュウコは攻め方が単調なんだよ。仕事も家事も娯楽も上手にこなせる。マナトにはさ、弱点とかないの？あるよ。リュウコでしょ？え、何？俺にとっての弱点はリュウコだね。分かってた。はい。リュウコのこととなると冷静に判断ができなくなる気がする。気がするじゃないね。おお、すごい格子文句だな。まあそうだね。何気にやっぱときめいてんだな、この女子も。チョコ食べていい？もちろん。ほい。すごい。生チョコにガトーショコラかな。それにマカロンとシュークリーム。どれにしようか迷って、結局全部作っちゃった。すごい。嬉しいよ。ありがとう、リュウコ。マナトは生チョコを一つ口に放り込む。すごく美味しい。今まで食べたお菓子の中で一番美味しいよ。よかった。たくさん作りすぎちゃったから、他の人にも、ああ、やばい。お裾分けした。ああ、やばい。なんでお裾分けとかしちゃうかな。それ嬉しくないよ、それ。ヤンデレじゃなくても。美味しいなら大丈夫だね。お裾分け。へぇ、誰に？職場の取引先の人と前に話した私が好きだ。うーわ。一番やっちゃいけないことやってる。私は、でもさ、これ動画配信してる人に手作りのやつ渡したところで食べんよ。思い切って送っちゃったの。だって何が入ってるかわからんやん。怖すぎるって。その取引先の人って、近所の造園会社の人かな？あ、殺されるよ、この人。あのメガネの。そうだよ。よくわかったね。よく、リュウコとその人がお店で話してるのを見るから。怖いよ。目が死んでんだよ。嘘だ。あなただって仕事中だし、見に来れるわけないじゃん、もう。そうだね。お前仕事してんのか。ねえ、リュウコ、最近料理頑張ってたのは、俺のためだよね。当たり前じゃん。他に誰がいるの？そうだよね。リュウコは何も悪くない。悪いのは。わー、やばー。マナトは一人何かブツブツ言っている。あー、マナト、もしかして焼き餅？ごめんごめん。でも、その人もそのチョコに何の意味もないことくらい分かってるから。いや、それはちょっと君の思い過ごしじゃないかな。いや、手作りのものもらって個人でね、意識しないってことはあんまないんですよ、それは。そうだね。これはちょっと、これ、リュウコが悪いな。
何がそんな勝手にお裾分けとかしてくれてんの。ねえねえ、他のも食べてみて。いや、よくない。それから二人、楽しいバレンタインデーを過ごした。どの辺が楽しいんだよ。数日後、今日は店長の都合でいつもより早めに閉店したため、私も少し早めに家に帰ってこられた。ちょっと早めだけど夕ご飯作っちゃおう。何、怖い怖い、何この間。え、今何か聞こえなかった？え、いや、なんかわからんけどゲーム音全然聞こえないんだよね。なんでかな。ごめん、全然聞こえないんだ。なんかやっぱり聞こえる。なんかうめき声みたいな音。お隣さ？いや違う、明らかにうちの中から聞こえた。絶対いるじゃん。絶対いる。そう、多分奥の部屋、物置部屋にしている部屋の方から聞こえた。こんな時、ゲームの主人公だったら、たとえ一人だったとしても、その声の正体を確かめるために物置部屋へ向かうだろう。でも、おなごだからなぁ。でも私は、絶対にそんなことはしない。マナトが帰ってくるまで、近くの喫茶店に避難していいよ。そこマナトいるって絶対。その、部屋の奥。私はマナトにメッセージを送った。マナトが帰宅し、次第、すぐに家の中を見てみると言ってくれた。お前がやったんだろ。私は警察に連絡することを提案したが、ただの風音だったり別の原因かもしれないので、まず確かめてからにしようと言われた。それ警察呼ばれたらね、困るしね。マナトから連絡があるまで私は喫茶店で待つよう言われた。え、もうやばくない？処分されるんじゃない、その男性は。マナト、もうとっくに家に帰り着いてるはずなのに全然連絡がない。大丈夫かな。大丈夫じゃないんだよ、逆の意味でさ。こうして一人気を揉んでいても悪い方へ考えてしまう。私はスマホを見た。あれ？私の好きな動画配信者の人、赤バンされて消えてる。おい、デュー。アカウントを消されるほど危ない動画出す人じゃなかったけど。なんで YouTube？ ほんと審査してよ。ゆうこ、お待たせ。マナト、よかった。遅かったから何かあったのかと。大丈夫、何もなかったよ。物置部屋の窓が少し開いてたみたい。じゃあただの風音だったんだ。よかった。よかったじゃないよ。ありがとう。ごめんね、帰ってきて早々変なこと言って。大丈夫、むしろ頼ってくれて嬉しいよ。でも今度からは仕事が早く終わるときは一報してね。なんで？なんで？家に帰り、もう一度二人で物置部屋を見てみたが、やはりそこには何もなかった。ね、大丈夫でしょ？さ、ご飯でしょ？マナトに続き部屋を後にしようとしたとき、部屋の隅に落ちていたものが気になって、拾い上げたが、それメガネじゃない？あれ？こんなメガネ、うちにあったっけ？怖い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 。最近運動頑張ってるみたいだねって。俺も最近体力落ちてきたから、エイコと一緒にランニングでもしようかな。え、マナと足速いし体力もめっちゃあるじゃん。一緒に走るのやだよ。拒否られてる、かわいそう。そこは合わせてくれるって。そっか、残念。もうそんな悲しそうな顔しないでくれ。一緒に運動ぐらいすればいいのに。冗談、今度一緒に走ろう。なんなら勝負してもいい。じゃあ負けた方は勝った方のお願いを一つ聞く。いいね。え、勝ったらリュウコに何してもらおうかな。今から楽しみだね。さっきのしょんぼりが終わった。どこに？ママ可愛いじゃないですか。そのぐらいね。そのぐらい可愛いよ。可愛い方よ。今何したっけ。あれ、マナトはなんで太らないの？何突然。だって私はこんなに運動してもなかなか脂肪が落ちないのに、女の人が筋肉がつきにくくできてるっていうし、仕方ないよ。それに俺はプニプニも好きだけどな。まあね、多少はね。な、まだプニプニとまでは言ってないよ。言ってないよね。プニプニ。ねえねえ、最近引き締まってきた気がしない？二の腕とか。え、どれどれ。無理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 。変わらないかな。つままれ損だ。まあでもつまむのが楽しいんだよ、彼はね。じゃあ
休息します。あー眠い眠い、よしおやすみです。一緒に映画見ない？前から気になるのがあって、面白そうだけどちょっと怖そうだからどうしようって言ってたやつ。ラストのどんでん返しがすごいらしいの。でもパッケージからして怖くて。それシックスセンスですか？いいよ、一緒に見ようか。シックスセンスいいよ。そう言ってマナとこテレビをつけ、映画をレンタルしてくれた。タイトルよく覚えてたね。ああ、シックスセンス。ネイコがやりたい、見たい、食べたいっていうものは大抵全部覚えてるよ。お前怖いな。いや、記憶力いいな。むしろ。何しろニューコがうるさいからね。ちょっと感動したのでその一言で台無しを。よし、オッケー、こっちおいで。ソファーを背に、腰掛けたマナトはポンポンと自分の前のクッションを叩く。そこに座るってことですか？あ、前にね。バックハグ的な。どうしたの？始まるよ。でも、怖いの見るのに後ろにいられるのもちょっと嫌ですね。横に行ってほしいな、せめて。言われるがままにそこに腰掛けた私はマナトに抱きしめられるような体勢になる。後ろから羽交い締めされてるってことですよね、それは。楽しみだね。怖い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 。マナトが話すだけで、息は首筋にかかる。そう、そうだね。結局映画の内容はあまり入ってこなかった。ちゃんとシックスセンス見てよ。私は近所のショッピングモールに来てウィンドウショッピングをした。昼食は作るの面倒だし、いつもの喫茶店行こっかな。あれ、あそこにいるの。マナト。あれ、リュウコ、偶然だね。マナトのお昼、こんなところまで、ね、仕事でちょうどこっちの方に用事があって。お前働いてんのか本当に。ついでにこの辺でご飯しようと思ってたんだ。仕事中にリュウコに会えるなんてなんか嬉しいな。じゃあ一緒にお昼食べようよ。お前尾行してきたか。そうだね。ついてきたか。マナトと一緒に楽しく昼食を食べた。すまずいチョコ食わせんな。もう既製品でしょこれ完全に。はい、デザートもある。え作れた今これ。もしかしてバレンタインのチョコ。うん、本当はプレゼントも用意しようと思ったんだけど間に合わなくて、だから代わりにこれ。え、これ強制なんだ。何もやってないのにな。本当だ、いい匂い、ありがとう。こちらこそいつもありがとう。チョコ食べていい？もちろん。ああ、マナトは、はい。え？市販の方が良かった。あ、最近何か頑張ろうとしてたみたいだけど、ニエコは今のままでいいよ。変わらないで。マナト？マナトの表情が急に暗くなる。ニエコの本当の良さは俺だけが知ってる。でも、ニエコが努力して、他の人までニエコの魅力に気づいたら、いやいやいや、何も知らないから、安心して。そう考えると、すごく怖い。ニエコが別のところに行っちゃうんじゃないか。俺から離れていくんじゃないかって。だから押さえつけて、閉じ込めておきたくなる。俺だけのものにしたくなる。気持ちはわからんでもない。マナと。嫌だよね、彼氏がこんなこと考えてるなんて。まあ、言わなくてもいい話だね、それは別に。そんなことない。私が好きなのはマナト。私が努力するのもしてないけどね。全部マナトのためしてないけど。今回の努力はまあ失敗に終わったけど、マナトが不安なら何度だって言うよ。マナトが好き。私にはマナトだけ。ありがとう。お返しにってわけじゃないけど、俺からもプレゼントがあるんだ。え、何？リュウコ、今週の金曜日、有給取ってて、土日も休みだから3連休でしょ？あ、それやばいやつじゃない？金、土と宿を予約したから、温泉旅行一緒に行かない？本当？行きたい。用事とか大丈夫？うん、金曜日の有給は高校の頃の友達とランチに行く約束してたからなんだ。ああ、なるほど。でも夕方には帰ってこれるから大丈夫。よかった。金曜日、俺が仕事から帰ってきたらすぐ行こう。新幹線なら1時間弱で着く。楽しみ。ありがとう、マナト。大好き。俺も。マナトがじっと私を見つめてくる。わかっている。何度も交わした。これは。お、キスのサイン。唇は重なり、離れていく。マナトが顔を傾けたのを感じ取り、それに合わせて私も顔を傾け、角度を変えてキスを繰り返す。あ、でも主人公の女の子の目が見れたの。これ初か。
猫のようにペロッと上唇を舐められ、短く漏らした私の声を封じるように再び唇が降ってくる。食事の片付け、後ででもいい？その意味がわからないほどバカじゃない。私はうなずいた。それから二人、チョコよりも甘い時間を過ごした。あ、そうっすか。それはよかったね。そして17日、ただいま。お帰り、温泉旅行の準備、バッチリだよ。急でごめんね。友達ともゆっくり話せなかったんじゃない？大丈夫。ランチだから3時間くらい喋ってたから、結構喋ったね。向こうがなんかいろいろ悩んでるみたいで。ねえ、浮気ってどこからだと思う？え、彼氏に浮気されてる？え？証拠はないんだけど、心配で仕方なくて。いや、それ、会社でもらったやつだからね。浮気の線引きか、そうだな。これは私の考えだけど、一緒に食事に行ったらとか、手を繋いだらとか、そういう万人共通の目安があるわけじゃなくて、相手がされたら嫌なことをしてしまうのが浮気だと思う。浮気をしたらいけないのは相手を傷つけちゃうからでしょ？まあ、そうですね。だから、どんな小さなことでも相手が嫌がることはしない。え、じゃあ、相手が嫌がること全部浮気になるんですか？浮気に限らず、そうでしょ？相手を思いやることが大事だと思う。どんな小さなことでも私が浮気だと思ったら浮気。友達のせいやぞ、これ。ありがとう。なんか、吹っ切れた気がする。怖い、その吹っ切れたやばいって。うん、元気出して頑張れ。あ、そうだ。よかったらこれ、もらってくれない？あら？しかも青色、綺麗。バレンタインデーに彼氏にあげたんだけど、この子はその時まだつぼみだったからあげずに取ってあったんだ。いいの？ありがとう。寝室のお気に入りの花瓶に飾れ。あったわー、花瓶。彼氏と仲良くやってるといいけど、俺も急いで準備しないと。え、マナとそんな大きいキャリーケースで行くの？え、ダメ？大きい方がいいと思ったんだけど。ライは小兼ねるって言いますが、限度があるでしょう。あなたは落ち着いてしっかりしているように見えるが、たまにこういう天然を炸裂させる。まあ、そういうところも好きなんだけどね。なんか言った？お土産のおまんじゅうがたくさん入るねって言いました。ほどほどにね。また喉に詰まらせて看病する羽目になるのは。ああ、もうその話はいいから。そんな冗談を言い合って笑い合う。今の楽しい時間はあのバレンタインデーがくれたかと思うと、今まで面倒だと思っていた日がとてもいい日に思えた。ありがとう、バレンタインデー。私は二人っきりの甘い温泉旅行に思いを馳せた。いけないんですよ、あなた。それ。エンド1。この後、まさかその、ありがとうございました。アンハッピーバレンタインデーでした。